ブキフェル。都市伝説？バッカみたい。そういうことになってるらしいよ。恐怖の占い師黒井美沙って。何それ、花子さんの同類？ひどいな。しかし昨夜驚いたな。今日君がここに現れるまで、あれやっぱり夢だったんじゃないかなって。そう、私が黒井美沙よ。私になりすましてるやつがいるって聞いたけど、あんたね、一体どういうつもりなのかしら。時々ね、アルバイトで占いはやってるんだ。でも私はこうして実在するし、普通の高校生だよ。普通じゃないだろう。何？いや、で、昨夜君の偽物が言ってた言葉だけど、なんか心当たりある？へかって？どうして？ちょっと、これ見てよ。よく勉強してるじゃない、おじさん。俺はおじさんじゃない。じゃなくて、これは俺のじゃないの。じゃあ誰の？会社の先輩、1週間前に失踪したんだ。俺が君を探してたのも、この先輩のことを聞きたかったからなんだ。あれ、この子。うまくいかないな。どうしたの？さっきから5回もやってんのに。答えがはぐらかされてる。カードに真実が降りてこないの。え？多分今この人はこの地上にはいない。いれば何か印が現れるもの。それって死んでるってこと？わからない。何かの力が邪魔して見えないの。大森さん、なんで俺に君を探せって言ったんだろう。それって本当なの？新手のナンパじゃないの？バカ言ってんじゃないよ。休憩しよう、食べて。ごちそうさま。いいえ。光がおかしいな。ああ、あれだろ、太陽黒点の異常って分かるもんか。ヘカテっていうのはね、え、闇の女神の名前だよ。闇に生を受ける者はあまねくその支配を受けるという。この頃よく流れてるね。ヘカテ
どうした？行こうよ、うん、行こう。もう何言ってんの、行かないんだから。何だこの曲、流行ってるみたいだけど、なんか変な曲ね。え？どうしたの？曲って？ほら、この曲さっきの店でも流れてたでしょ。何言ってんの。まさか私だけ。そこ邪魔なんですけど。ああ、なあヒロ。ん？ある日突然、今まで見てた世界が別の、うん、別の論理で見えたとしたらどうする？何哲学してんの？今日は一人か。京介、四つ葉園の田中さんから電話。うん。はい、細野です。あ、昨日はどうも。またいなくなった？新宿？なんでまたそんなとこに？おいで。社会性回復訓練ね。この街はいつからこうなったんだろう。あふれかえった人と物、巨大なエネルギー、秩序と無秩序の渦、闇を追放する人工の光。追い立てられた闇はいつしか地上にあふれ、夜の街をバッコして逆転の日を夢見ている。ミサは光がおかしいと言った。地上の混沌が極限に達して熱心に至ったなら、我々人類はこうして地下に潜って隠れ住むしかないんだろうか。タバコもね。ところなんだから。
おとなしくしなさい。プラレドンアドニカノルムカルビオルバスベストリア、プラレドンアドニカノルムカルビオルバスベストリア、プラレドンアドニカノルムカルビオルバスベストリア。可愛くないの。失礼します。アスタロト、最強の悪魔。あなたは昨日の。大森さんの妹、まだ見つからないの？ああ。何調べてるの？ヘカテ、ギリシャ最古の闇の女神。月の女神として、満月の夜にはヘカテの像の前に生贄を捧げた。その名は古代エジプトの女神ヘキト、あるいはヘカトに由来する。どうしたの急に。知ってたか、あの女社長の経歴。彼女3年前までは大学で考古学を研究してた院生だったって。へえ、それがなんで実業家に。不思議なんだよ。チベット奥地の遺跡調査から戻った途端、人が変わったように事業に乗り出し、あっという間に今の地位だ。あ、それ。あ、これ、うん、総務に行って1個もらったの。でもおかしいんだ、どのチャンネルも同じ曲流れてんの。あ、聞いてみて。ちょっと貸してみ。今夜も最新プレイスポット情報をお届けするチャンネル1。今からでも間に合うライブ、コンサートはチャンネル2。ちゃんと載ってんじゃん。最新ヒットチャート。そう、総合第3位は南の国のエンジェル、アダニア正剛。ん？
復元しろ、黒いミサを探せ。ひょっとしてこれだ。削除ファイルのタイトル名だったんだ。なんだこりゃ。ねえ京介、うん、今日若い子とデートしてたでしょ。誰？あれ黒いミサだよ。なんでそうやってごまかすわけ？そうか、パスワードだ。彼女が扉を開く。でもなんでこんな面倒なこと。これは分かってきた。あれを書いた者の意図が。気がついた？あなたお兄さんのいるところが分かるのね。でもね、これからはお兄さんを頼ることはできないの。わかる？あなたには力がある。その力を信じて生き抜くために最大限の知恵を使いなさい。みんなそうしてるんだよ。これはお守り。話すことは全て真実である。そのことを理解してもらうためにまず私と私の生家のことを話しておかなければなるまい。私の実家は土地の祭礼を司った祈祷師の末裔だという。そのゆえか我が家には代々受け継がれた特殊な能力があった。それはこの世のものなら異形の輩を原始する能力である。かつてはその眼力をもって悪霊を調伏したとも伝えられ、私も子供の頃にはよく地縛霊や浮遊霊の類を目にしたのを覚えている。行
エコザメラ、エコエコテルドノス、エコエコアラディーナ、エコエコアザラ、エコエコザメラ、エコエコテルドノス。だが私の場合、成長するにつれてその能力はなくなり、久しくあやかしを見ることもなかった。そう、ほんの3ヶ月前に。3ヶ月前、突然蘇った能力で私が見たものは、人ではない、おぞましい異形の存在だった。西洋では、我々のような異能者のことを邪眼、イビルアイと呼ぶらしい。それに倣ってあいつのことも西洋名で呼ぼう。エコー社長、吉山純子。やつこそ暗黒の闇を司る女神。ヘカテなんだ。